7月28日木曜日、いなべ運動公園サッカー場でいなべラグビー体験教室が開催され、14人の小学生と2人の保護者が参加しました。講師は三重女子ラグビーチームパールズのトップ選手とコーチの皆さん。まずは腰につけたタグを使い、基本的な動きの練習を行いました。タグを奪うことで攻撃を止めるタックルの代わりになるそうです。しっかり前を見て、人のいないとこ、人のいないところを探して走る。この教室は放課後子ども教室北西の夏のオープンスクールで、ラグビーを通してコミュニケーションスキルや仲間を思いやる気持ち、チャレンジすることの大切さを感じてもらおうと開かれたものです。3チームに分かれて円になり、パス回しのスピードを競った後は、実戦を想定して足踏みをしながらのパス練習です。パス、そう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 、いいね。パス、手出して、そう、そう、オッケー。そしてパールズの選手を相手にタグラグビーのゲームに挑戦。チーム一丸となってボールを追いかけます。素早い動きでディフェンスをかわし、トライを決めて嬉しそうに微笑む男の子の姿が見られました。参加していた子は、2019年に日本で開催されたラグビーのワールドカップをテレビで見てからずっとやってみたかったので、この体験を楽しみにしていました。今日は皆さんに優しく教えてもらえて、ラグビーが大好きになりましたと感想を話していました。高学年のグループでは、パールズの選手たちがパスにフェイントを入れるなど、子どもたちとの触れ合いを楽しんでいる様子でした。いなべ市内で初めて開かれたラグビー体験教室。今後は学校単位での出前授業も行っていきたいということです。